ガード近いから。なるほど。うまい、うまい。皆さんこんにちは、達也チューブ達也です。炎天下のファブフットサルパーク西九条梅ちゃんコートに来ております。本日ある企画をしたくて素晴らしいゲストを呼んでおります。お越しください。よっしゃーい、おれーい。お久しぶりでーす。友達来てます。友達来てます。はい、久しぶりにチームマキヒカみんな来てくれたということで、初めてです。沖春くんが来てくれております。プラモアの正ゴールキーパー沖春くんが来てくれております。記事と入れ替わりました。入れ替わりました。記事くんのチャンネル登録を解除した上で沖春のチャンネルを登録してください。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日やりたい企画はパンスト1対1。なんだそれは。2つのパンストがあります。パンストを奥さんのですか。違います。オフェンスとディフェンスそれぞれつけていただいた状態で1対1をするんですけども、取れたら負けです。あー、なるほど。だからパターンとしてはオフェンスもディフェンスもグッて引いてっていうパターンもあります。点取らずしても勝てると。勝つことはできます。これは僕にしてはありがたいですね。ポイント制にします。シュートを通せたら、決めれたら当然2点、とりあえず入ったら2点、はい、シュートまで行かれてオフィシュに止められたらオフェンスが入って、で、止めから打っていいんですか。いや、それはなし。剥がして抜いた上で、で、スポーン刺したら3点。えスポーンで3点。スポーンを刺したらなんかディフェンスにも3点入ります。ディフェンスでポイントを稼ぐことができます。ああ、なるほどなるほど。ディフェンスは取ってもポイントにはならないですけど、スポーンで点が取れます。おお。いいですか。はい。で、2つの山でトップとベベを決めて、ベベは達也さん行って。達也さん。いらんこと言わないでください。達也さん。実そんな言われたらなんかしてなくて。大丈夫。さよなら。じゃあまずヤグ。マンション代払いますから。ここはがつくの。一番嫌やこれはすぐクワガタの方がいい。クワガタを捕まえるまで動画回してきてください。の方が間がましよ。ましよな。全然まだまし。クワガタはどこにでもおるからね。市内でもどこでもおるよ。けれども触られへん。あれあマジックアームみたいなの持てたね。それでは行きましょう。せーの、パーティー。パーティー。うわー、なるほど。日本見てください。もう点取ってこれスポーンあるっすよね。点取るのが早いかスポーンが早いかどっちかやから。あ、なるほど。どっちかで点取りスポーンで5点とかはない。なあ、そういうことです。スポーンが早かったら3点、点が早かったら。あの顔で真面目なこと。オッケー、これスポーンなる、やばい。オッケーです。オッケー、いきます。よいスタート。スポーンされるもんな、引かれたら。危なっ。ロブレ、いかんとって。イライヤ。バンデー。打ったから1点ですか。1点。この後のスポーン、今このハーフタイムスポーンはない。あ、だから1点やん。1-0。むずっ。2セット出てくるからね。ああ、それめっちゃむずいわ。下がんのありやな、ディフェンス。打たれるもんな。打たれたら。おぶら。うわー、これ危ない。よし。なるほど。むずっ。変な影響ある。やばい。よし。シュート。いや、これ首切れぐ。むず。今、1-0ってことですね。ああ、いきます。やばい。待って、これ。起きちゃったのね。前に笑った。打たれたら終わりや。でもそうね、めちゃ打たれた終わりや。取ったら3点やもんね。取ったら3点。顔負け。取ったら3点やぞ、ケントの頭。
ったら点が早かったから。撃ったのが早かったです。 OK 撃った方が早い。早い、これエグしんどいな。 2-0? 今 2-0 っすね。はい、ボルト、ボルト点決めるか、決めるか、ボルト点決めるか。 OK、最後シュートいかれるかもね。はい、よし、ダメだよ。すごいな。うまい、うまい、うまっ。ナイス。何これ見えへんエリアあるやん。これなんなん。あれどこが見えへんのやこれ。お前歯出すなよ。これをこれでも連れてるのはこうやろ。こうやな。おい、決めやん。せで。シュート落ちました。ノーね。あんか。いえ。死ぬ死ぬ、これスタートします。スタート。うわっ、さっき大事だけど撃ちました、かわして撃ちました。撃ちました。何してんの、リョウ君。何してるの。グリーンってやったらグリーンってなって取れるかなと思ったら取れへんかった。取れへんやろ、むしろ余計取れへんようなね。取れへんかったっす。取れへんかった。ミスったっす。行きます。うわー、いいです。同点。さあどう。はよせーよ。かわしました、かわしました、かわしました。かわしてません、かわしてません。同じタイミングで膝に手ついたやん。あった。ゴール一点。どうした？最初ゲットできる。これこんな。なんか緩なってる、さっきの時より。いくよ。あいつアホや。アホや。あ、取れる取れる。あー危ない。え、捨てる捨てる。あー、入った入った。裏案内に負けたんか。見て。なんだよ。知らんかったよ。見え見え。うわ、いい。おぶれおぶれおぶれ。取る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 。
ミスった、絶対あっちが取れると思った。え、だから今 3?3、 2対3。じゃあ、もう勝ち確やん。お前一か八かにかけたな。マジで死んだよこれ。よく優勝。よっしゃー。スーパープレイみたいな。あれ、絶対取れそう。俺も取れそうやで。やばいかも。あれこっち。なんか俺無理だよ。やばい、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 取れへんわ、うん、もう取れへん、多分。行ってみようか。行った方がいいんかな。カウスト使いをした。どうやってやった。やや、逆にいただけよ。ボールだよ、ボールだ。取らないといけないのか。どうやったら取れ。あ、ちょっと進んだ。どうやったら取れるんだこれ。走るしかねえのか。走るしかねえ。ボールだ。やるよ。終了。ファック。ファック。誰が負けたの。ファーム死ね。意味わからない。結果、ファースト使い1位はレオくん。じゃあ2位達也くん、3位梅谷くん、4位牧彦くん。はい、はい、ということで、最下位の牧彦くんはこの後、クワガタムシ、コクワガタを捕まえに行ってもらいます。はい、ということでそちらの映像まで。はい、達也さんのチャンネルの負けたんでね、罰ゲームで今本当にマジでその山とかがマジ入れないんで、まあ公園とかで探してるんですけど、本当におらんかな。え、これえぐい。ちょ待って、これえたまたまやねんけど。え、これそうっすよね。うお、え、ちょっとほんまにびっくりして、今あんまり驚けてないですけど、これ捕まえていいんすか。よいしょ。
見つけました。びっくりしました。こんなとこにもいるもんなんですね。捕まえれました。はい、これで罰ゲームでも逃がしたいなと思います。ここに3つあるんで、ここに行っておいで。あっ